はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきたいと思います。サンデーコラボもね12日目となりました。あと5日間、ということで友達が勝利。もう47だぜ。こんなのは初めてだよ。これでやっと出ましたねということでね、やっていきたいと思います。一応サバーかね、無課金攻略ということで、今回やっていきたいと思います。29分。一応今回今の状況を説明しますと、覚醒しろがね47回、ひどくない元気ドリンクは15個です。でメンバーはね、もうこのね、白金がいるんで、ニョロロンパをね一応作ったので、それでいきますよと。これだね、技レベル4でやってみたいと思います。まあちょっとどれぐらいでいけるかやっていきましょう。まあね、フルパワーの状態でねやっていきましょう。まあ技レベル4ならね、13発ぐらいでいけると思うんだよね。さあ、ミッションがね一応今回まあまあつくかなっていう印象はありますけどね。さあどんぐらいいくか。まあまあ白金にかかってるんで、パーフェクトミッションか。よいしょ、やべ、ああクリアだ。さあラストで来てほしいんだが、ラストで来てくれるか。よいしょ、オーノー、これ今回いい方だな。さあ1万ぐらい削って、最後もミッション付き、白金でまあまあいい。よいしょ、オッケー、これは嬉しい。これマックスだろうな、マックスの出来でこんな感じ。まあちょっとこれ最高のやつだったな。まあこれが最高のダメージだな、技レベル4の。ほとんどミッションだったし、4万5000いきましたね。まあこれだけいくんなら大丈夫かな。ということで、1個だけ見せようかな。じゃあサバカ行きましょう。サバカじゃないな、メイン赤行きましょう。はい、そしたらね、ダブル白金アタックということで、こっちじゃないよ。メイン赤戻ってきました。戻ってるじゃないな。じゃあメイン赤でぶっ飛ばしましょう。フルパワーで応援。まあもう一個のアカウントはね、動画ではカットするけどね、1万はいかないか、5000ぐらいやりたいかなと思いますね。まあまあ、まあできたらね、端末2台とかあったらね、別の端末でやった方がいいかなと思いますね。時間もね30分しかないんでね。まあ今回はね、最初の一発目がかなり大成功だったんで、お見せしてるんだけど、まあ大体ね別でやった方がいいかな、技レベル4だからね。よいしょ、オッケー。ミッションがねつくよね。さあ最後白金でついてほしい。おお、ついた、ラッキーだな。さあ行こう。よいしょ、これでいいかな。いいね、これ技レベル6なんだよね。かなり削れたなという感じで。あ、これいいわ、4万ぴったんこ。あ、これ時間あるな、これだったらいっか。3アカウント目も見しちゃおう。いきなり8万削れたからな、時間的に余裕はあるんじゃないかな。はい、3番目のアカウントはね、まだ22回なんだよね。で元気ドリンクは15個かな。はい、じゃあいきましょう。よいしょ、
まあ本当はこのやつはねかなりダメージが薄いので、まあ別アカウントでやった方がいいんだけどね。別端末か。まあいいでしょう。あ、今回うまくいくな。今回ミッション多いな。うん、時間的にこれなら余裕があるかな。ミッション来るね。これバグってんじゃないのっていうぐらい来るね。また来た。あー、これはちょっと無理だな。まあとにかくね、時間もないから迷ったら真ん中ぶっ放すっていうね、それでどんどん進めましょう。うん、ダブル白金使えばよいしょ、まあいけると思うんだよね。自分が初めて極武士なんでね、ゲットした時はダブルロエスカリバーでやったんで、よいしょ。あの時はでも最終日の前日だったな、14日目だったんでね、あれだったけどね。はい、こんな感じで。すごいね、一発目でかなり削れた。かなり運が良かったね。8000もいったな。これも運がいいな。さあじゃあ戻りましょう。はい、戻ってきました。ちょっと無課金攻略でね、3アカウントをゲットしたいっていうのの欠点はね、こう白金が今回47回もかかっちゃったんだけど、うん、ちょっとねお助けばっかしてるんで Y ポイントがたまんないっていうのが最大の欠点かな。これで元気ドリンク全部交換だね。結局16個あるんで、さあ何個で倒せるか。さあじゃあ今度22分あるんでね、ガンガン行ってみましょう。16個。ミッションがあれば4万超えるんだな、技レベル4でも。よいしょ。もう迷ったらとにかく真ん中、それがいいと思います。これで半分近くいけんな。よいしょ。まあ正直ね、16個あるんで元気ドリンクね、あのまあ数こなした方がワイポイント稼げるかなっていうところあるよね。よいしょ。あー、失敗した。もったいない。しかしミッション来るな今回は。失敗しなきゃ。またこの配列だ。 OK。 うん、いいね。あ、来なかったし。白金に来ないとね、かなり違うよね。これが一番底辺のポイントかな。1万5000だ。技レベル4でもこんぐらい食らうんだ。ってことは2万いくんだな。うん、倒しやすいな。2万いくんだったら14発で倒せるよねっていう感じで、どんどんワイポイント貯めていきたいですね。いきましょう。20分だからまだ半分いってないね。さあ3発目。はい、そしたら今回も2万超えたね。ミッションいかなかったんだけどな。うん、はい、そしあー白金で来ないな。白金ミッション来ないと寂しいな。さあそれでも1万はいったね。ということで半分超えたね。うん、4発目で半分超えか。なるほど、2万はいくね。技レベル4はやっぱり14発だな。お助けなしだとね。うん、じゃあ5発目今日。まあちょっとね、運のいい時もあったんで、もっと少ない回数でいけそうだけどね。1回目4万だったからね。はい、そしたらミッション付きだね。よいしょ。 OK、 ミッション付きだと、うん、いいね。ミッションな、白金以外でミッションがよくつくんだよな。さあいいね、技レベル4でいいね今回。
ワイポイントどんどん食べたい。さあこれが何発目だ。まだ2桁あるね。6発目かな。なんかほんとね、白金以外でミッションなりやすい。おグレートだ。グレートきついな。これグレート無理だわ。聞けたか。2個難しい。さあこれミッション失敗するとこんな感じなんだな。それで9000ぐらいだと。でも他がねミッションあったから2万超えたね。いい感じだわ。じゃあ7発目いこう。10発で倒せるような気がしてきたぞ。はい、じゃあ白金ミッション来なかったけど真ん中。1万いく ?13000。あと3発かな。なんか運のいい、最初、一番最初みたいな運のいいやつはないかな。2万キープって感じだね。あの運のいいやつが来ると2発だけど、まあ3発かな。じゃあまだ11分、余裕はあるね。さあ8発目、白金でミッションパーフェクト、パーフェクト、よいしょ。パーフェクトだといいね。次でいけそうだな。じゃああれでいこう。次はラスト、このままいくか。これだと10発以内でいけるね。次9発目だわ。これだとワイポイント稼げそうだな。まだ、いやー最近ほんとガシャ引いてないからね。さあじゃあ行きましょう。フルパワー9発目、元気ドリンク8個目。何分だったかな。あと10分ないぐらいかな。いや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 、運がいい。技レベル4だと、まあメインアカウントのお助けもね4万だったから良かったけど、まさか10発以内で倒せるとは思わなかったけど、まだわかんねえか。いいね。今ガタッと落としたな。14000。いいよ。なんか今日調子がいいね。さあミッション来てほしい。1万3000だからね。ミッション来なかったけどいい配列だから、これでグッバイ。いったね。という感じでしたね。いやー技レベル4でもいいね。9発ですよ、9発。まあメイン赤の10発、サブ赤3番目のアカウントの10、まあ11発っちゃ11発だけど、このアカウント9発でいけた。お、しかも元気ドリンクまでゲットしちゃってラッキー。ということでね、ありがたい、元気ドリンクゲット。ということで最後ね、元気ドリンクゲットできたけど、まあこのアカウントはね、9発だったね。で8個使いましたドリンクで、メインアカで4万、メインアカの4万でかかったな。そしてサバカで8000もでかいな。だから4万8000のお助けプラス9発でゲットできました。 Ladies and gentlemen、覚醒解凍キットゲット。ということでね、サバカもね無課金で、元気ドリンクもねかなり余る形でゲットできました。まあちょっと運が良かったけど、まあまあまあ、あのねこうやって無課金でもね攻略できるので、ぜひね
まだ力が足りてないよって人はね、このダブルシロがねアタックでね、やるといいかなと思いますね。うん、よし、これでサブアカもワイポイント稼げるかな。はい、じゃあ次はね3番目のアカウント早くゲットしてね、メインアカのワイポイント貯めてね、また頑張りたいと思います。はい、じゃあ次のね3番目のアカウントね、多分技レベル3で挑むと思うんだけど、うん、まあそれもねやっていきたいと思います。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ミッション受け取る。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。